証拠になる。少なくとも俺はモンスターと戦うために変身する。誰かを守るためだけに変身するから。借金、お前の借金3万、とりあえずそれを返すまでは死なないよ、多分。それでどう？じゃあ聞くが、その安っぽい正義感で誰かを殺せるか。それぐらいできなければこの戦いには生き残れない。ユイだって同じだ。俺は自分の背負ってるもののためならできる。今ここでお前を叩き潰したっていい。お前はこの戦いに何か背負ってるものがあるのか。借金、お前の借金3万、とりあえずそれを返すまでは死なないよ、多分。それでどう？何？お前本当のバカか。時間切れか。そういうこと。